卓球女子メダリスト、福原愛の不倫疑惑報道が異様な展開を見せている。3月4日発売の女性セブンが報じたもので、訪日中の福原は2月下旬、長身のイケメン男性と2泊3日の横浜デートを楽しんだという。同誌の電子版、ニュースポストセブンではデート写真55枚を掲載しており、言い逃れできないようにも見えたが、福原は4日夜、自身のマネジメント業務を行う、電通スポーツパートナーズの公式ホームページで直筆メッセージを公開。この度は私自身の軽率な行動により、ご心配、ご迷惑をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます。台湾にいる夫や子供、家族に対しても不安や心配を抱かせてしまい、真摯に反省しております。と、謝罪した上で、不倫疑惑については次のように釈明した。社会人の先輩として尊敬していた友人にアドバイスをいただく際に、気分転換を兼ねて外出いたしました。一緒の部屋に宿泊した事実はありません。夫、江宏傑との今後についても。夫婦間で子供にとって何が一番なのか、話し合っていることも、合わせて報告させていただきます。と意味深に綴っている。無理筋でも否定しないと、彼女の商品価値に大きな傷がつく。東京五輪の仕事も内定しているだけに、一線は超えていないというしかなかった、広告代理店関係者。一方の夫、江も、福原の不貞行為が発覚するや、すぐに動いた。マネジメント会社を通じ、湘潔、江は湘愛、福原さんが男性と遊んでいたことを知らなかった。と宣誓ジャブ。さらに4日夜には、江本人も声明を発表し、私の湘愛への愛情は、出会った最初の日から今まで変わっていません。結婚して5年近くになり、素敵な男の子と娘がいます。文化の違いに適応することは、常に夫と妻の共通の宿題でした。私たちの家族のサポートに感謝しています。と、不変の愛を訴えた。さらに夫婦関係についても、湘愛が台湾にいない間、湘愛のお母さんと2人の子供たちの世話を分かち合ってきました。一連の誤ったゴシップが私たちの愛する親戚を傷つけることは本当に望んでいません。未来の道は長いです。私たちの相互の感情が消えることはありません。と円満を強調。インスタグラムのストーリーでは、福原さんの母、千代さんの写真を公開した上で、愛ママお誕生日おめでとうというメッセージも掲載している。福原が離婚に向けた話し合いを匂わせているのとは、正反対だ。このあたりの事情について、台湾メディアに詳しい人物は、向こう、台湾で、江は、福原愛の夫という扱いで見ている人もいる。夫婦共演の CM に出演できるのも、福原のおかげであることは、間違いない。彼女と離婚した場合、江は失うものが大きすぎるのです。と話す。福原は台湾のみならず、中国でも絶大な人気を誇る。中国版、ツイッター、美白のフォロワー数は500万人超で、8年には、胡錦涛、元国家主席と、卓球対決までしたほどだ。江は4日発売の、週刊、文春で福原に対するモラハラ言動が、大々的に報じられた。歯科治療を終えた帰り道、江が福原に対し、誘うような口の開け方をして、このバイカ、と激しく罵ったという。これに、中国の福原ファンは激怒しており、SNS 上では江に対して、物騒な文言も散見されます。もともと、台湾と中国の関係は芳しくないだけに、江の周辺が身の危険を感じるほどだと言います。少なくとも、ネットを通じての何らかの嫌がらせはあるでしょうね、同、台湾メディアに詳しい人物。すんなり離婚とはいかないのも、こうした背景があると見られる。海を隔てて、事態は泥沼化しそうな雲行きだ。